はい、こんにちは。今日は肩全体を大きくする3種目を行っていきます。この今日紹介する3種目っていうのは僕のね、肩をかなり大きく改善してくれた3種目でもありますので、普段やってる重量でそのままお伝えしていきます。ジム初心者の方で肩ね、何をやっていいかわからない方なんかも今日のメニュー参考にしていただければ、肩の全部、中部、後部全体に入る負荷になってますので、まずはフロントから、そしてサイド、リアと進んでいきます。このままね、真似してください。大きな肩一緒に作っていきましょう。はい、まずは肩のフロントから鍛えていきましょう。肩のフロントを鍛えるのに最もおすすめなのがインクラインフロントレイズを行っていきます。この種目が肩に安全にストレッチをかけられる種目ですから、ぜひ取り入れてください。インクラインベンチ45度にしていただいたら、ダンベル僕が使っているのは8キロです。足を閉じて、で体幹部分よりも後ろにダンベルを持ってきましょう。まっすぐ上に上げて肩を少しひねらせます。ゆっくり下ろして、これのポイントは振り上げないことです。ゆっくり上げて、ゆっくり下ろします。しっかりストレッチ感じて、はい、次は肩のサイドを鍛える SSC サイドレイズというのを行っていきます。肩のサイドは羽状筋といって、高重量で低レップで発達しやすいですから、あえてこう膝を使って振り上げて下で一瞬で切り返すという方法でね、サイドレイズを行ってきますので、僕の場合は16キロでやってきますから、で体は前後に動かさないように上下に動かしていきましょう。しっかり膝を使って上げる、いやいや、親指を上に上げてください。OK、 はい、最後は肩のリアを鍛えていきます。ここを鍛えてあげると、正面から見た時の肩幅っていうのも実はかなり重要になってきますから、僕がよくやるのはこのリアベルトマシンですから、でリアを鍛える時は肩と同じ高さに椅子とね、バーをセットしてください。胸張ってしまうと背中に入ってしまいますから、胸をつけて顎を離さないように真横に開いていきましょう。で、できるだけ内側にぎってゆっくり戻す。これもスイングを使わないようにゆっくり上げて、ゆっくり戻しましょう。はい、はい、といった感じで、ね、今日は僕がよくやってる肩トレーニング3種目のご紹介でした。自分もずっと肩を強化しててだいぶ良くなってきたのかなと思います。この3種目もやり込んできましたし、あとはインクラインサイドレイズですとかライングリアレイズをよくやります。いわゆるプレス系っていうのは自分は肩を痛めててほとんどやりません。もうレイズ系で細かくね、一個一個攻めるっていうのが自分のやり方ですから、それでも十分ね、肩変わってきますから、ぜひ今日の3種目試してみてください。で今日の3種目連続してトライセットというんですけど、3つ連続してやった後にもう1周回っても構いません。最大で3セットぐらいを目安にね、行うようにしてみてください。僕はよく2セットで終わすようにしてますけど、2セットでなるべくパワーを出し切るという方法でいつもトレーニングしてます。はい、で今日みたいなね、マシントレーニングがいいねと思ったら、ぜひ高評価の方お願いいたします。あとチャンネル登録の方もぜひお願いいたします。どんどんね、ジム行ける方も増えてきたかなと思いますので、こういったジムのトレーニングのやり方、初心者さんに向けてできるだけ分かりやすくね、伝えていきますんで、リクエストなんかもお願いいたします。はい、それではまた筋トレ頑張ってくださいね。では次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。